皆さんこんにちは。以前紹介させていただいたこのリアルタイムボイスチェンジャースーパートーンシフトですね。はい、こちらが2024年の6月27日までフリーで使えますよってことで、あったんですけども、6月27日以降もですね、ベータ2版ということで、更新されまして、まだフリーで使えて、いるんですけども、これいつまでで使えるのかなっていうふうに思っていたんですけども、8月にちょっと動きがありましたね。はい、どうやら有償化するようです。はい、ただですね、このサイトですね、このサイトには、特にその有償化するっていう記述はまだ、記述はされてはいないんですね。はい、いないんですけども、ダウンロードするところがベータ2版じゃなくてもうバージョン 0.3 ってなってるんですよね。またちょっと変わってますよっていうところで、ですね、この公式の X の、サイトですね、この公式の X にですね、貼られてる URL、これをクリックすると、また違う、こう、スーパートーンの、サイトに飛んでくるんですね。このサイトが何のサイトなのかちょっとわかんないですけども、こっちで、プロダクトでシフトっていう風に見るとですね、またこのシフトの紹介がされているんですけども、これの下の方ですね、ずっと下の方に、下がってくると、はい、こういろいろ紹介があってですね、最後にこのプライシングっていうところで、価格の情報が、出てくるようになりました。はい、ここの、情報ですね、和訳したのを見てみると、はい、永久ライセンスは29ドルですよ。まあ大体日本円で、今この8月だと4235円ぐらいですね。で、月あたり9ドルと、これ1音声あたり1月9ドルでちょっと高いなーって思ったんですけども、そんな金額ですね。はい。で、2週間の無料トライアルで、全機能と音声を体感してくださいってことですね。で、OBT の期間中ってことで、これオープンベータテストですね。まだテスト期間中ですよと、ユーザーテスト中ですよってことなので、で、この9月末までですね、9月末までに、永久ライセンスを購入していただければ、29ドルで購入できるっていうことで、まあ、もともと49ドルですか？もともと49ドルのところ今だったら29ドルで買えますよっていうことですね。はい。なのでこのトライアル中にお気に入りの音声を購買して、音声を見つけてくださいっていうふうに書いてあるんですけども、ちょっと高いですよね。この金額がそのままいくかどうかはわかんないんですけども、こっちのサイトでは一応こんなような記述が書いてありました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくね。それでは早速 0.3 にアップデートしていくんですけども、すでにアプリを入れている方は開くとですね、このような画面でアップデートを流してきますので、アップデートって押すとですね、ダウンロードしてアップデートしてくれるのかなと思いつつ、これ何ですかね、自動ではアップデートしてくれないんですよね。だからここでいくらアップデートを試みてもできなかったので、サイトに行くとこの 0.3 のバージョンのが、ダウンロードできましたので、こちらの方からダウンロードしていきます。はい、ダウンロードできましたら、ファイルを実行しましてですね。はい、そうすると注意事項が出てきまして、16歳未満使用できませんよとかっていう内容ですね。ここら辺の内容を確認してみたんですけども、前回と変わってはいなかったので、はい、今回は割愛させていただこうと思います。詳細気になる方はですね、前回の動画を概要欄に貼っておきますのでご覧ください。では、進めていきます。はい、この画面をセットアップした時に、まあ自動的にインストールが終わった後画面閉じるかどうかって聞いてますので、まあそのままオートマティカリクローズザアプリケーションの方でいいかなと思いますので、そのまま次行きます。はい、これでインストールが終わりました。はい、開きますと新しいキャラクターが増えてますね。で、またサインイン画面から入りますので、サインインをしてから使用の方を開始してください。はい、これがバージョン 0.3 の画面ですね。このトップのところを見てもわかる通り、フルバージョン will be ready after the trial ということで、この使用版の後に、フルバージョンが使えるようになるよっていうようなことが書いてあるので、もういよいよ、ここは今もうトライアル期間に入ってますよっていう感じですね。はい、じゃあ実際にキャラクターが1、2、3、4、4つキャラクターが実際増えてますね。じゃあこのキャラクターが実際どんな声か試してみようと思います。じゃあ私の音をまず。はい。これがエイデンっていうのかな。
少年のような顔をしてますね。はい、こんな感じの声です。で、続いてはこの怪獣みたいなクラック、クラックっていうのかな、怪獣のような声をしてます。なんかこうちょっと重めの、重めっていうほどでもないかな、こんな声ですね。はい、次リリ、これも少女のような声かな。こう、そうですね、はい、少女のような、少女のような声をしてます。こんな感じですね。はい、じゃあ続いてプージルはこのこっちの、ザイラスに比べたら少し軽めの声ですね。軽めの、青年男性の声みたいです。はい、こんな感じですね。はいはい、いかがでしたでしょうか。これフリー版で例えば時間限定とかキャラ限定で使えるみたいなフリー版があったらすごいいいなと思ったんですけども、なんか一つか二つ限定的に、課金してやるかどうかっていうとこですね。現在8月の22日なんですけども、今開いたらですね、またさらにキャラクターが増えていましたので、ちょっと紹介させてもらおうと思います。じゃあちょっとまずは自分の運勢を下げますね。はい、まずはこのチークリ、チーチー、 Do you want a funny little stuffed animal? Do you want a funny little stuffed animal? チーキー、チーキーの声ですね。これも少女のようなキャラクターでしょうか。声が高めですね。はい、このキャラクターと、あとハンナ、ハンナですかね。 Is it your first time to visit? I'll show you around. ハンナですね。あ、ちょっと声が落ち着いてますね。落ち着いた感じの女性の声になります。続いてはバリアントかな。 Don't forget, victory is ours. はい、青年のような、あ、しっかりとした青年の声ですね。これもなかなかいい声だと思います。はい、で最後ザークかな。 Tearing, breaking and joining. I love science. はい、ザークはこんな声になってます。これもまたちょっと質の違う男性の声になってますね。はい、これは8月の21日ですね、公式の X に、ポストされていた内容なんですけども、お知らせということで、日本のクリエイターパートナー募集ってことですね。これが、ツイートされまして、申請期間8月の21日から9月1日ですか。広めてくれるパートナーを募集してるみたいですので、また興味のある方は、応募してみてください。保証としてはこの優勝ライセンスが、いただけるってことで、ちょっと私も欲しいなと思って応募してみようかと思います。はい、こう日に日に更新されていく感じですね。キャラクターも増えてきましたし、優勝家がどんな形になるのか気になるところですね。今日はここまで。それではまた。